皆さんこんにちは、筋肉先輩です。今日は12月25日クリスマスです。日本でのクリスマスは宗教的な意味合いはなく、恋人と一緒に過ごす日という認識が定着しています。今日はそんなクリスマスについての日本語を一つ紹介していきたいと思います。クリぼっち、クリスマスプラス一人ぼっち、クリスマスと一人ぼっちを合わせた言葉。一人ぼっちとは肉親や仲間がいなくて孤独であること。つまりクリぼっちとは一緒に過ごす恋人がいなくてクリスマスを一人で過ごすこと。毎年僕はクリぼっちなんですが、今年はクリぼっちにならないように今からケーキを手作りして、おかじとおかこを招待したいと思います。あの二人甘いもの好きだからきっと喜んでくれるはず。では今からケーキを作りたいと思います。できた。はい、ケーキができたので2人に LINE をしてうちに呼びたいと思います。ケーキ
作ったよ、一緒に食べよう、喜ぶかな。わお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 。